デン、どうしたんだい？ビリーとウィーさんと一緒に一日中頑張って疲れすぎて、もう最後のやつに取りかかれないって？でもさ、ビリー、面白いことがあるよ。もし恐竜が現れてこの建物を壊してくれたらすごくないかい？聞いたかい？カール、言いたいことがわかるかい？よし、じゃあ洞窟に行こう。そしたら変身できるからね。恐竜に変身するの楽しみだな。おっと、なんだなんだ？おお、すごいぞ。巨大な恐竜だ。カール、まるでジュラシックワールドにいるみたいだぞ。そしたらあの建物を壊しに行こうか、カール。おっと、ちょっと下がった方がいいかもよ。建物が壊れるぞ。カール、すごいぞ。なんで力強い恐竜なんだ。まるで段ボールみたいにすごい簡単に壊せたね。でもぐちゃぐちゃになっちゃったな。まあ恐竜は綺麗好きじゃないのかもね。そしたら今からここを綺麗にしよっか。よし、じゃあ取り掛かろう。あらら、カール、君の手が短すぎて拾えないぞ。じゃあ頭を使うんだ。きれいになったね。ちょっと前に建物があったなんて信じられないな。きれいにするの頑張ったね。恐竜になるのも楽しいね。ハービー、こんにちは。暑そうだね。何してるの？カースティのみんなのためにお花植えてるの？いいね。どうしたの？暑くてお花が枯れちゃってるの？かわいそうに、どうしようか。スーパートラックを呼ぶ？そうしよう。でも植えかけの花はどうしようか。あ、ちょうどヘクターだ。スーパートラックを呼んできてもらえるかな。よかった。さあ行こう。カール、こんにちは。ハーベスターのハービーが困ってるんだ。外が暑すぎてお花が枯れちゃってるんだよ。急いで来てもらえる？よかった。ありがとう。これかな？違うの？他のを探そうね。うわー、大変身だね。その箱には何が入ってるの？秘密なの？わかったよ、カール。楽しみにしてるよ。さあ行こう。ハービー、スーパートラックが来てくれたよ。見て、かわいそうに花がもう枯れかけてるんだよ。急いで何とかしないと。まずはどうしようか。花に水をあげるの？よし、水あげよう。うわー。スーパートラック、ありがとう。次はどうするの？お花に栄養あげるの？これで終わりかな？スーパートラック？違うの？あとは何ができるんだろう？うわー、お花をもっとたくさん持ってきてくれたんだ。すごいね、スーパートラック。見違えたよ。ちょっとハービーも元気が出たかな。ありがとう、スーパートラック。またね。どうもこんにちは。ジェリーもこんにちは。うわー、ここには新しい車のフードがたくさんあるよ。全部溶接しないといけないの？トム。どうやらスーパートラックの出番みたいだね。トムを手伝ってくれるかな、カール。ジェリーが開催する自動車ショーがあって、新車に車のフードを溶接しないといけないんだけど、随分たくさんあるものだから、スーパートラックが必要なんだ。カール、何に変身するの？いいね、スーパートラック。たくさん溶接できそうだよ。うわー、2倍のパワーだ。これなら仕事はすぐに終わるね。さあ行こう。みんな、スーパートラックが来てくれたよ。助かったね。そうだね、トム。安全第一、スーパートラックも保護ゴーグルをつけようね。いいアイデアだね。スーパートラックが一度に2つのフードを溶接できるように2列に並んでねって。うわー、すごい速いよ。ジェリンは遊んでるみたい。スーパートラップのおかげでどの車もショーの準備ができたよ。トムとジェリーも本当にありがとうって。ジェリー、車のショーを楽しんでね。みんなまたね。カールトランスフォーム。ジェリーおはよう。ケイティもおはよう。今日は後で大きなパレードがあるから楽しみだね。本当にね。地元の病院のパレードがとっても楽しみだね。あ、見て、アンバーだよ。とっても忙しそうだね。挨拶してこよう。アンバー、こんにちは。パレードの準備でお忙しだね。スージーとマットもこんにちは。二人ともピッカピカだよ。洗車してきたの？うわー、とっても綺麗だよ。よしみんな、アンバーが整列してって。カーパレードの練習しないと。それは何、アンバー？そうか、ジェリー。君は一番先だからラインの前にいてね。あれ？どうしたの、ジェリー？エンジンのオーバーヒートかな？車が故障しちゃったからパレードに参加できないね。どうしようか。素晴らしいアイデアだね、アンバー。スーパートラックのカールを呼んでこよう。こんにちは、カール。君の助けが必要なんだ。今日大きなカーパレードがあるのを知ってる？ああ、ちょうど新聞で読んでたんだね。レースカーのジェリーがパレードをリードするはずだったんだけど、エンジントラブルが起きちゃって、助けてくれるかな？よかった。さあ行こう。どの車に変身するか、チョイスがいっぱいだね。そうだよね。今日はジェリーみたいなレースカーだね。さあ行こう。会場まであっという間に着けるね。みんな、グッドニュースだよ。スーパートラックが助けに来てくれたよ。これでパレードは延期なしだよ。さあ、みんなで練習しよう。見て、とってもカラフルだよ。スーパートラックは青、ケイティは紫、スージーはピンク、マットは白と黒。スーパートラック？早く走りすぎないでね。今日はレースじゃなくてパレードだからね。気にしないでね、スーパートラック。そのために練習してるんだよ。練習すると全然違うもんね。後でみんなバッチリパレードができるよ。練習大成功。これでみんなパレードの準備万端だね。スーパートラック、助けてくれてありがとう。君を来させてくれたカルにもよろしくね。みんなまたね。こんにちは、ロッキー。今日は宇宙へ行くの？楽しみだね。離陸に向けての準備はバッチリみたいだよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、テイクオフ。気をつけてね。うわー、ロッキーは宇宙に向かってるよ。いいアイデアだね、トム。ロッキーの様子が見えるね。ああ、見て。小惑星だよ。ロッキー気をつけて。ロッキー大丈夫？トム？ロッキーがぶつかっちゃった。スーパートラックを呼んで。カール、ロッキーが宇宙で困ってるんだ。助けてくれるかな？月に行けるどんな乗り物に変身するの？スーパートラック？スーパーロケットだね。打ち上げ準備。3、2、1、発射。ロッキー、もう大丈夫。スーパートラックが助けに来てくれたよ。スーパートラック、ロッキーをどうやって家まで連れて帰ろうか。そうだね。ストラップをつけて地球まで一緒に戻ろう。いいアイデアだね、スーパートラック。月へ来ることなんてめったにないから、2人でセルフィー撮って帰ろうね。さあ、地球に戻ろう。ロッキーの月への旅を助けてくれてありがとう。おかげで安全に帰れそうだよ、スーパートラック。みんなまたね。バイバイ。チームが何かを立てる準備をしてるよ。サンドバッグだよ。ずいぶんたくさんあるね。でも移動しなきゃいけないサンドバッグはまだまだあるよ。誰かに手伝ってもらわないと。何を立ててるの？新しい学校？あと数日で学校を完成させなきゃいけないなら手伝いを呼ぼうよ。いいアイデアだね、エドガ。スーパートラックを呼ぼう。よかった。カールが合図に気づいたよ。チャーリーとエドガーは学校を建ててるんだけど、レンガを運ぶのに助けが必要なんだ。どのフラットベッドトラックも忙しいから、レンガを現場まで運んでくれる乗り物が必要なんだよ。いいね、その大きなヘリコプターならぴったりだね。今回の変身にタイヤはいらないね。これならたくさん運べるね。それにヘリコプターブレード、これで建設現場に入れるね。離陸準備はいい？準備がいいね。チャーリーとエドガーはスーパートラックが来たらすぐに運べるようにサンドバッグを用意してあるよ。スーパートラックは、あ、来たよ。チャーリー、エドガー、サンドバッグをスーパートラックのヘリコプターの中に積んでくれる？スーパートラックのサイドトラップドアから入れられるよ。うわー、本当にたくさんだね。これじゃあやっぱり助けが必要だよね。エドガ、スーパートラックが学校の建設現場まで案内してくれるかって頼める？チャーリーもエドガーとスーパートラックの後からでいいから現場に行こうね。たよ。スーパートラックはサンドバッグを下ろす準備ができたみたいだよ。チャーリー、エドガー、さあ荷物を下ろそう。エドガーが助けてくれて本当にありがとうって、チャーリーもありがとうって言ってるよ。またね、スーパートラック。もう少しでクリスマスだ。カーシティにはあと5分でサンタが現れ、みんなにプレゼントを配り始めるんだ。スージー、どうしたんだい？急いでるみたいだけど？サンタがプレゼントのラッピングをする時間がないって？でも、もうすぐ深夜だよ。どうするんだい？そうだ、スーパートラックを呼ぼう。カレンなら何とかしてくれるかも。カール、カーシティが助けを求めてるよ。スージーだ。クリスマスのプレゼントの用意ができてなくて、サンタが助けを求めてるんだ。助けられないかな。どの車に変身するんだい、カール？スージー、落ち着いて。スーパートラックが。来るから。そうだね、スージー。時間がないんだった。どうするんだい？スーパートラック。スーパートラック、時間を止めたのか。素晴らしい。そうだね、スージー。時間があまりないんだ。スーパートラックに乗って北極まですぐに連れてってくれるから。着いたよ、みんな。これがラッピングされなきゃいけないプレゼントかな？スーパートラック、君の機械を使ってラッピングをしたらどうだい？スージーが持ってくるから。よくやったぞみんな。そうだねスージー。スーパートラック、早くベッドに戻らなきゃ。じゃないとサンタがプレゼントをみんなに配れないからね。着いたよみんな。ありがとうね、スーパートラック。そしてメリークリスマス。みんなもね、メリークリスマス。